だが、修正を加え続けるリスクは監督自身も感じていた。僕の立場としては安定させたいです。やっぱりスケジュール一番責任持ってますから。ただそうは言えどもですね、現状のクオリティでは出したくないというか出せないですよね。やっぱり皆さんの期待値というのがありますから、そこをどう回避するかっていうので最終的な出力が変わってくるっていうのまあ一つの一面というか、できませんっていうのは簡単なんですけども、普通できないことをやるから評価されるんで、それをどう可能にするか、どの部分を可能にしてどの部分を諦めるかっていうのは当然出てきますけど、まあ安全策っていう意味では彼の言っていることは正しいんですけども、まあクオリティも高めながら、納期も守ると、これができる人がプロであると。他のスタッフは2人の主張をどう感じていたのだろうか。どっちも正しいと思いますしね、というのは、それはもうあってしかるべきというか、堀門さんも製品にするためだったら、やっぱり鬼にしないといけない部分あると思うんで、まあ、僕も同じ思いはありましたけどね。だがサウンドデザイナーの牧村良二は本作にかける小島監督の強い思いを感じていた。こんなんじゃ出されへんっていう言い方をされるんですよね毎回いやまあ毎回っていうか、まあ、今回はですね、それは小さいところでは今までもありましたけど、今回はちょっと、ちょっと大きな問題かもしれないですね。そこまでこの時期になってそこまでのことを言ったことは今までなかったんですね。本作の主人公は年老い傷ついたオールドスネーク。小島監督は年老いても戦い続けるスネークに自らの姿を重ね合わせていた。スタッフにやっぱり10年間一緒にやってきてるんで、ゲームの作り方、メタルの作り方をずっと教えてきたんですよ。教えてきたつもりだったんですけど、やっぱりなかなか3でもうまくいかず、最後また僕が入ってやり直したんですけど、そういうこともあってやっぱり伝えていかなあかんこともあるんですけど、伝わらないこともあるんじゃないかっていうのが今回のテーマで、伝えられないものがセンス、最後に残った人の意思とか生き様とか、そういったものの代表が年老いてもなおかつ戦い続けるスネークであり僕であるっていう。スタッフに伝えなければいけないことがある。そのためには自らの行動で示さなければならない。未だにバグは出続ける。だが小島監督は修正の手を緩めない。リスクは大きい。だが一つの修正がゲームをより面白くしていく。もう場合によってはもうこういうのは治らないだろうなということも別に出てくると書くと思うんですよね。マニュアルマニュアルに関わらずこういう部分が欲しいっていうことがやっぱり、ひょっとしたらそれがこう今回は間に合わないけど、同じようなゲームを作った時に後日そのスタッフがあ、なるほどなっていうことでプラスになるかもしれないじゃないですか。こういうところをこう小島プロの作品としては放置できないよねっていうのを先にこう気づいていけるようになっているスタッフっていうのもやっぱり何人かって言いますし、そういうスタッフがもっと増えてこないとダメだ。なんで僕は全部これ毎回毎回一からこういうこと書かないとダメなんだっていうことをいつも怒られてます。まあうちらの覚えが悪いんですけど、徐々にはそういうスタッフも出てきているはずです。ある日小島監督は大きな決断を下した。サニーの声を取り直そうか思ってるんですけど、ブレーフィングの位置というだけ1時間ぐらい取れる。良くなりますかね。マジで？マジで？サニーの音声を一部再収録することにしたのだ。だが
今から音声データを変更することは大きなリスクを伴うことになる。この時期に撮り直すっていうのは普通あるんですかね。ないと思います。初めてです。いろんな部分に影響が出るというか、作り直しが起きたりとかっていうのも結構あるんです。それでこの時期にそこまで制作の過程を戻すのは結構大きいことなんですけど。しかしリスクの大きさを一番感じていたのは監督自身だった。この時点でこんなことするのはおかしいんですけど、そういう判断です。ちょっと今回悲壮感のあるお話なので、その中でもちょっと光るような、3人に変えた方がいいかなと。絵がない状態で、モーションキャプチャーの、アクターさんの動きに合わせてやっていただいてたんですけど、やっぱり3人の表情とか、瞳の輝きとかですね、そういうのが入ってくると、もうちょっと明るい後半の3人にちょっと近い方がいいのかなと。2月21日サニーの音声の再収録が始まった。喫音に対するその緊張感みたいなのもなくていいと思います。キャンベルのおっさんがいるんですけど、あの人はまあ何回か会ってると思うんで。私たちの知る傭兵とは大きく異なっている。できたよ。今手が離せないんだ。スネーク、また吸ってたでしょ。ここは禁煙なんだから。ここは禁煙なんだから。はい、じゃあ渡します。もうちょっと言ってください。はい、はい、声を張ってるんですけど、怒ってるんじゃなくてっていうちょっと微妙なこと言ってますけど。そうですね。わかりました。また吸ってたでしょ。ここは禁煙なんだから。今だいぶテンション低かったんですけど、まあ、スネークとオダコンなんでかなり普通でいいと思います。でスネークが、気がついて驚くところはちょっと驚きすぎだったんで。求めるニュアンスが出るまで何度でもリテイクを繰り返す。36番、もうちょっと怒った感じの、はい、輸送機のところの、ここは禁煙なんだからっていう感じのやつで、春怒るじゃなくて、はい、狙うからと、はい、お願いします。タバコの摂取はやめられないのね。ああ、これね。はい、ありがとうございます。でも大人はこんなこと聞いてもいいなるね。吸い続ける。いや、大丈夫です。ここは大人っぽくて、タバコの摂取ですから。天才少女。天才少女。いやいやいや。タバコの摂取はやめられないのね。音声収録は無事終了。だが、またしても大きな修正が出た。もともとのシナリオでは3人は違うところに引き取られてっていう。ちょっと焼けたようにしましょうか。そこだけ。すみません、お待たせしました。ごめんなさい、セリフを変更してよろしいでしょうか。みんな早く焼けたよ。ここに来てエンディングの一番最後のセリフを変更したのだ。日はまた昇る。はい、はい、ありがとうございます。こっち使いましょう。小島監督に変更の理由を聞いてみた。スネーク、春兄さん焼けたよっていうセリフよりも、みんな早く焼けたよと。そのみんなの中に誰がいるかはユーザーが想像すると。もしかしたらスネークかもしれないですし、ライデンかもしれないし、全然違う新しい、友達かもしれませんし、そういう想像を最後してもらうっていうのが意図です。ちょっとでも悩みがあると、あの段階ではやめるべきなんですよ。ただ僕の中ではしっくりきたんで、多分皆さんもこう気に入っていただけると思います。